はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ヘブンダスト2の続きをプレイしていきたいと思います。前回は、このショットガンですねを入手したんで、またこういろいろ行動範囲が広がったんですけども、まずこの鍵ですね、鍵を使いに行ってみようかなと思います。確かこの上にあったんで、待て、よし、おお、ここですね。よし。そこに一体。よし。彼の事件その3、当時の所長だった、オルディントンは新入社員を採用するという名目で、秘密にウイルス実験を行う計画を承認した、スティーブはその新入社員の一人であった。これ1の話ですね。彼は、特属に近い血液型の特徴を持つから、ヘブンダストは彼の体内でうまく適応している。そして彼の体からヨーロッパ2型、ウイルスが採取された。スティーブはそのために第二宿主と呼ばれている。スティーブの証拠集めの行為はすぐにバレ、監禁されてしまった。ここからですね、ワンのスタートは。監禁されて目覚めたところがワンのスタートだったんですけども、で、その間に、ウイルスの流出事件が発生。蚊が、ウイルスを感染させたのではないかと疑われたことから、蚊の事件と呼ばれている。なるほど。この事件によって自爆プログラムが始まり、ほとんどの社員と資料が一緒に灰になった。驚いたことに回収部隊が現場に到着したとき、第二宿主を捕まえた。まさか生きてるとは思わなかったってことか。よし、ここつなげて。これなんだ？合金盾。合金盾。盾の装飾品。蚊の事件その2。1980年、いろいろなことを得て、ヘブンダストは研究を続けるために、アメリカに送られた。場所はスターダスト製薬の洋館研究所。今後数年間、研究所はヘブンダストに基づいてヨーロッパ1型、ヨーロッパ2型、赤道ウイルスを開発。ウイルスには2つの改善点がある。1は温度、温度の順応性。2、ゾンビ化除去。ヨーロッパ1型は、気候をうまく生き延びられるが、2つ目の点は達成できない。ゾンビ化になってしまうと、ヨーロッパ1型は。で、ヨーロッパ2型は、2つをうまく両立しているが、まだ完璧ではなく、宿主の知能を退化させてしまうと。で、赤道ウイルスはそれと異なり、ゾンビ化の副作用をある程度軽減したが、温度に
適応できないと。で、面白い部分が出た。当時、スティーブという内部スタッフが証拠を集め、8日の不正実験を摘発しようとしていた。で、このスティーブがヨーロッパ2型ウイルス抽出の鍵である。これで、鍵は OK。あと、ショットガンを使っていく感じですかね。柵を。確か、まずこっち側に。よし。強化された断層。断層容量高める。普通に考えたらサブマシンガンがいいのかな。弾の減りが早いですもんね。あとここだ。どこあったっけな。じゃあ取り付けて、サブマシンガン。お、こんなに増えるんだ。100発になった。50発から。じゃあ弾1回取り出してリロードしておこう。じゃあ一回下に降りて、初めの方にもありましたよね、何箇所か。ショットガンかな。あ、もう一本。まず骨を壊して、銃に切り替えて、よし。小型発電機、強い電撃で起動。
電撃。これを。またショックアブソーバーだ。ちょっとゾンビがなんか強くなってきてるような気がするな。久しぶり。違う方向にしたら、何もなんないか。じゃあどうしよう。レートを高める。ショットガンにつけようかな。うん。外に出たよ。うん。新館から出たところだ。外はさらに悪く見える。ああ、ヨーロッパウイルスのスピードが高すぎる。もう漏れの事件。何が起きたか俺もはっきり把握していない。最初は記者会見に襲われた。その後は何もかもが狂ってしまった。記者会見。ツーマ太郎に着いたら左に曲がってまっすぐ行って、ドアと4つの彫像。そのドアから休館地域へ行ける。日本語がちょっとあれだな。当てさせよう。当てようかな。ドアを閉めた。どうやって開けられる？
彫像にある斜線器官。斜線を反射するためには、あ、大きいんだって。所長の書が、雑訳ではない。とにかく探せと。いや、もう見つけましたよ。オウムガイの呼吸箱。特殊な IC カード。あの人持ってないかな。ダメか。殺して奪う、違うか。うわ、いっぱいいる。これ使おう。あ、なんか。あれ、あんまり効かない？あんま効かないですね。あいつゲロ吐いてくる。あ、これか、盾。あ、1個じゃないんだ。あ、これを反射させて。ともう一個だ。掛け物？犬。あるいは他の四足生物かもしれない。極端な変異のため見分けがつかない。ただ一つ確かなのは、早いと。普通の武器で狙うのが難しいので、ショットガン。ゾンビ犬だ。こっからショットガンがメインになっていくのかな。あ、それ使いたかった。ちょっと待って、来る？来るの？後頭部を狙いたい。
セーブして、消火栓、ここになんか歯車みたいな、これよ。おお、あーでも消あ一応取れるのかな、歯車。これは違う。あ、さっきのやつかな。三液使い。自爆車の、早期携帯。あれが進むと、あれだ。腹が膨れるんだ。うん。またいっぱいいるよ。まいったな。一発で倒せなくなってきましたね。あ、倒した。お飛ぶ、あーくそ。あ、ここにもいるな。ちょっと待って、なんかいたぞ今。かけるものか。ショットガンに変えて。やばい。ちょっと難しくなってきたんじゃないかな。これもショットガン。で、あ、落ちた。あ、くそ。あー、振り向く前にやりたかったな。硬っ。間に合うか。ちょっと待ってください。よし。ああ。あ、ここにも銅像があるけど。何かを読み上げようか。演壇について、今回入荷したものはとても面白いもので、もちろん本体のことじゃなく、それに取り付けられた、オーディオのパスワードドアのことだ。まるで現代版の開けごま。マイクに向かって設定したフレーズを言うと、ドアが開く。おお。このフレーズを探さないといけないんだ。
うまい具合こっち向くな。ライトの日記、1998年11月30日、明日は記者会見。記者会見、なんかさっき言ってましたよね。ジョーに明日俺たちも会場にいてリラックスしてもいいと言われた。1998年12月1日、会場に怪物が溢れて、こっから始まったんだ。うん。まるでホラー映画の現場みたい。ただ誰かが、だ。なんか今変な。記者会見で人が集まるところを狙って誰かがやったとか。あ、ここにもあるなぁ。なんか上に。あ、これで歯車。よし。お、あった。急に。裏にいる、後ろにいるな。こいつを。ああ、そういうことか。あ、もう一個歯車いるんだ。え、これは？あ！電撃。あ、これだ。電撃弾は Y ボタン。あ、よしよし。あ、紙の半分 A。 地下駐車場、展望台、トンネル、門番室。あっ、盾があるな。だーショットガンになってた。違う。記念日発言の下書き、今日はスターダスト製薬の、第一研究所の
最初35周年記念日。公園東側でランチパーティー。これを組み合わせて、これをマイクで喋ればいいのかな？使う。おお。小さい鍵。鍵のマークのとこかな？内側からはいけない。これまだ使うのかな？あ、バルブ。あー、でもいっぱい。ショットガンの弾作ろう。いっぱい来た。やべ。危ねえ。ビスのターンもないのか。どうしよう。とりあえず薬草1個使って、これどうなの、しまうか。しまって、ちょっと鍵の場所と、電撃。ここかな？よし。あ、これは電撃作れるのか。ですね。こっちが火薬、火弾。じゃあ電撃作っておこうかな。
こっち行ってない。お、照準器。弱点狙いスピードを高める。サブマシンガンを除く。あー、どうしよう。ピストルなのかな。いやー、でもショットガンにしよう。ショットガンにつけよう。火薬だけ、もしかして火薬だけか。じゃあこっちですね。下にも行けるし。いっぱいいるよ。待って、電撃、しびれろ。あった。骨タイプ。あ、そ、こっち来い。こっち来やれ。よしよし。
セーブポイントがいっぱいあるな。スライド。新しい指令が来た。開所記念日を通して、崖の展望台を暗証番号ロックで封じなければならない。去年誰かが落ちて、私たちがひどく非難された。でもパスワードについて話し合うのに時間がかかった。最後ジェイソンは、公園に行って4組のアイテムをランダムに撮影してパスワードを作る。うん、この今の撮ったスライドかな。あ、こっ、わからん。これがその後で意味があるってことか。多分忘れるな。セーブしよう。はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。